奈良の、梅の宿清酒蔵さんが、梅の宿さん清酒蔵が作っている梅酒なんですが、まあ、あの関西圏ではこの梅の宿っていう清酒は結構出てるみたいなんですけど、なかなか関東では見ることがなく、梅酒の方が有名かなこっちではと思いますね。度数が、18度ということもあって、なんていうのロックで飲むよりもやっぱ割った方がいいよね。ソーダ、まあ、水でやると結局面白くないんで、ソーダがある時はソーダで割って出すお酒です。ちょっとロックだとね濃いかもしれないね。まあ、原料日本酒醸造アルコールとあるんですが、まあ度数が18度っていうのを見て分かる通り、日本酒でねの原酒で18度なんで、まあ、かなり醸造アルコールの割合がホワイトリカーでのブレンドしてる割合が強いんじゃないかなと思います。